吉田さん、フェラーリやねレクサスやベンツ完成品はものすごく華々しくってスタイリッシュで憧れなんですけどもそれを作る工業過程とか制作過程ってすごく地味でトライアンドレアの繰り返しじゃないですかしかも毎日稼働してやっと一つの製品が出来上がるいやそこを見たらね本当に憧れるなってなかなか思えないと思うんですよ どっちかっていうと油まみれの泥臭いところじゃなくて表面のピカピカのパッケージが見えてねエンジンルームなんて開けようもんならもうああもういいやみたいな感じになっちゃうみたいな、うん、そんなことじゃないかなと思うんですよだからビジネスも結局なんか100万売れました30万売れました商品がこれきらびやかにできましたランディングページがすごいですみたいなねありますけどもそこに行くまでの積み上げってのは本当地味で多くの人が脱落していくところだと思うんですよね。 だからリアルっていうのは本当地味でコツコツやっていて誠実なんですよね、うん、バーンと売り出す時に何か怪しいと思えるものもやってる時は全然怪しくなくってほんと地道であ一生懸命働いてるなっていうところがリアルに見える、まあ、そこがだからそのギャップが逆にねあのやっぱりこうなんだろうなっていう風なリアリティになってくるんじゃないかなと思いますよねね、うん、やっぱリアルを追求したたらあのそんななななにれるもののとか雲の上みたいい世界はないですよね。 川島さんもメールを書くときに一文字一文字本当ああでもないこうでもないっていうところから始めてると思いますしね。いってらっしゃい